今年も畑で野菜作りに挑戦しているんですが、農具は足元に散乱していて危険なんで、整理整頓するためにラックを作っていきたいと思います。このように獣に畑を荒らされないように単管パイプにネットを張っているんですが、今回はこの単管パイプにラックを設置していきたいと思います。先に完成形はこんな感じになります。それではラック作りをやっていきましょう。今回はこれらの部材を使ってラックを作っていきたいと思います。今回は3分の寸切りを30センチで合計6本切断していきます。切断ができたら、万能アングルに単管クランプを取り付けていきます。単管クランプと万能アングルは首下2センチの3分のボルトナットで固定していきます。はい、こんな感じで固定ができました。そしたら次は寸切りを万能アングルに固定していきます。ナットとワッシャーで万能アングルを挟み込んで固定していきます。寸切りを固定するときなんですが、ダブルナットといってナットを二重にすることによって振動等でナットが緩んでくることを防止することができます。今回寸切り間のスペースは 65mm で固定しています。 65mm っていうのはスコップをかけるのにちょうどいい間隔かなと思っています。引っ掛けるものが変われば間隔幅を変えていくといいですね。こちらがラックの完成形になります。それでは早速取り付けしていきたいと思います。設置が完了できました。それでは農具の方を収納していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。